スターウォーズバトルフロント2は、エレクトロニックアーツより2017年11月17日に発売された、プレイステーション4、XBOX1、Windows 用ゲームソフト。スターウォーズシリーズを題材にした、スターウォーズバトルフロントシリーズの第4作目。2015年に PS4、x b o x One、PC で発売された、スターウォーズバトルフロントの流れを組む作品。 前作は、オリジナルトリロジーのエピソード4、新たなる希望、エピソード5、帝国の逆襲、エピソード6、ジェダイの帰還のキャラクターが登場したが、本作はそれに加えプリクエルのエピソード1、ファントムメナス、エピソード2、クローンの攻撃、エピソード3、シスの復讐及び、ニューエラのエピソード7、フォースの覚醒といった全ての時代からキャラクターが登場する。 発売後もダウンロードコンテンツとして以下の要素が追加、あるいは追加が予定されている。なお、すべてのダウンロードコンテンツは無料アップデートという形で提供されている。イメージラストには中央に本作オリジナルの登場人物であるアイデン・ベルシオが、左側にレが、右側にダースモールが描かれている。 PS4 版と XBON 版はこのモードのみ、画面を2分割して2人で、プレイできる。操作可能なキャラクターは、ダース・ベイダーやようだと、映画に登場した著名な人物と彼らに付き従い、戦う兵士に対別される。兵士は特化した戦闘スタイルに応じて、オフィサー、スペシャリスト、アサルト、ヘビーという4種類の通常ユニットとエンフォーサー、エアリアル、 インフィルトレーターのという3種類の増援ユニットの計7種類に分かれている。また、銀河共和国、分離主義者、銀河帝国、反乱同盟軍、レジスタンス、ファーストオーダーという時代ごとに異なる6つの勢力があり、すべてのヒーローと兵士がいずれかの勢力に所属している。出典はアップデートで追加されたキャラクター出典、出典、 はアップデートで追加されたマップ前作を開発した EA デジタルイリュージョンズ CE がメインとなって開発しているが新たにモーティブスタジオとクライテリオンが参加し共同で開発を行うバトルフィールドシリーズで FPS の開発が得意なダイスが前作同様マルチプレイヤーモードを担当モーティブスタジオが新たに導入されるシングルプレイヤーモードを担当 ベースゲームの得意なクライテリオンがビークル周りを担当する。シナリオはウォルト・ウィリアムズとミッチ・ダイアーがルーカス・フィルムのスタッフと連絡を取りつつ共同で執筆する。ありがとうございます。